皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲いってみたいと思います。なんかねもう梅雨が明けたんじゃないかっていうぐらい暑いんですけども外が、まあ洗濯日和な感じで、もう朝から洗濯を干してっていう感じなんですけどね。はい、それでは今朝の一曲なんですけども、今朝の一曲はですね、やっぱりこの夏の時期って、夜空をこうね見上げたくなる、そんな季節だと思うんですけども、まあ、都会ではね星は綺麗には見えないんですけども、うちの田舎なんかも天の川が空には天の川があるのが当たり前だっていう感覚だったんですけどね、こっちじゃ本当に天の川を見るために遠くまで行かなきゃいけないみたいな、そんな感じなんですけども、そんな、星をねテーマにした歌を今日は歌いたいなと思います。中島美嘉さんのスターズ、行ってみましょう。やっぱりあの星は見つからなかったと、夜空に背を向けた願いに疲れた自分がいたよ。一つの真実に目を閉じてしまいたい。明日になれば今日とは違う、星がきっと輝くはず。 Wondering Stars、 まだ暗い空に散らばる夢のかけらよ。無力な言葉よりもただ見つめ合えたときき煌くよ。I wanna be loved、 いつかは見ない最後の奇跡の中で光と闇に抱かれて心の空に微かな夢を見つける。窓の向こうには星があるよ。輝くためにずっと待っている。もう一度明かり消せばどこかにあの星、Wondering Star、 あなたがいる。描いた夢の向こうに最後に大事なのは喜びを分け合える愛しさよ。 I'm gonna be star、新たな未来繋いだ奇跡の中で光と闇に抱かれて心の空に、心の空に確かな夢を見つける。はい、ありがとうございます。い
や難しい曲だな。まあカラオケで歌ったらね、あの気にせずに歌えるんですけど、これギター弾きながらはもう、まあ、あの本当にこの なんていうんですかね、ちょっとジャズィーでムーディーな感じのこういうあの曲は大好きなんですけども、ギターで弾くともう最後も最後終わりのキーがどれで終わったらいいのか分かんないみたいなね、そんな感じになっちゃいましたけども、まあでもあのすごく素敵な曲だなと思いますね。中島美嘉さんの曲の中では一番好きな曲ですね。はい、ということで、皆さんもですね、これから、夜空がね、ロマンティックな季節になりますので、よかったらですね、ぜひあの夜空を見上げてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメントを読んでいきたいなと思います。ナナさん、いつもありがとうございます。タニーさんが歌うとより一層切ない。そうですか、泣きたくなりました。ありがとうございました。あ、でもなんかあの伝わって嬉しいです。ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんにちは。366、10本の指に入るくらい好きな曲です。あ、そうなんですね。赤い糸というドラマの主題歌で、ドラマもいろんな問題をはらんで、恋する気持ちも切ない心に残るものでした。あ、そうなんですね。見たことないんですけども、赤い糸、谷さんが歌うと優しいな。今日は沖縄の、慰霊の日、タイムリーでしたね。あ、そうですね、沖縄出身ですもんね。そんなドラマあったんですね、赤い糸。いつぐらいのドラマですかね。ちょうどこの、HY の曲が流行った頃ですかね。結構この HY の366日ってあのいろんな、まあ、あの出た当初よりも後からこう流行ってきた曲のような感じがしますよね。はい、ちょっと赤い糸調べてみます。ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんにちは。もう暑くてたまらないですね。そうですね、 HY366 日の、メロディー、谷さんらしい雰囲気で癒されました。そうですか、ありがとうございます。常連さんのユックマイソンさんのバースデーおめでとうございます。ありがとうございます。ファルセットも絶好調ですよ。佐藤筑前さん、懐かしいな。あ、ご存知でした。この方もいいボイスで好きですね。またタニーさんの雰囲気でお聞かせくださいね。はい、ぜひ。吹きのとうはバッケと言われるとかで、そうなんですよ、バッケって言うんですよ。初耳で勉強になりました。まあ、バッケっていうのは多分北東北、まあ、北海道も言うと思うんですけど、バッケって、ワンちゃんの検査が再度あったのは何か気になることがあったんでしょうか。今日もありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。やっぱりね、あの上の子がね、あのダックスフード のタックがですね、ちょっと最近あのおしっこの量と水を飲む量とおしっこの量が多いので、その辺をちょっとこう検査してもらったんですけども、また再検査ちょっとしなきゃいけないかなっていう感じもあるんですが、原因がわからないみたいな感じなんですけどね。あのちょっともう一回検査してみてっていう感じですね。それよりも今ね、ここでいびきかいて寝てるこいつが、あの2日ぐらい前かな、片足びっこ引いてて、でこの子もあのちょっとね、あの尿に結晶が混じってるっていうことでね、あの再度画像診断をしなきゃいけないっていうことで、まあ、近日中に行ってこようと思うんですけどね。このビッコ引いてるのも気になるので、はい、そんな感じです。まああのペット飼ってるとですね、いろんな病気とか、いろんなのあるので、もう心配事が絶えないですね。はいはい、まああのね、僕の息子たちですから。はい、ありがとうございます。ユックマイソンさん、いつもありがとうございます。タニーさん、リクエストに答えてくださってありがとうございます。いえいえ、こちらこそいつもありがとうございます。おかげさまで素敵な誕生日になりました。あ、よかったです。タニーさんの歌う女性ボーカルソング、優しくて色っぽくてとても大好きです。ありがとうございます。これからも応援してますね。またお店でお待ちしておりますので、はい、ありがとうございます。改めて誕生日おめでとうございました。はい、あのいろんな方がねコメントいただいてますね。おすめすさん、元旦那さん、しのさん、ありがとうございます。
アスカめぐみさん、いつもありがとうございます。わあ、この歌は上白石萌歌ちゃんの、午後の紅茶の CM で知った歌でしたが、タニーさんの366日グッときました。ああ伝わって嬉しいです。人生やり直したいな。あららら、どういうことでしょうかってなぜか思いました。すみません、市場が入って、あ、なんか辛いことがあったんですかね。ありがとうございました。はい、まあね、生きてればね、必ずいいこともあれば辛いことも必ずあると思うんですけど、まあ、その瞬間瞬間、輝けるように、その瞬間瞬間を楽しんでいけばいいかなと、僕は思ってます。はい、ありがとうございます。おすめさん、いつもありがとうございます。この曲はボーカルの中曽根泉さんの、実体験みたいですね。あ、そうなんですね。わざと今付き合ってる彼氏に別れを告げて作った曲と聞いてます。あ、曲を作るために別れたってことですか。素晴らしいですね。おすめすウィキありがとうございます。当時 M ステで聞きました。あ、そうなんですね。 M ステでそういう話をされてたんですね。もう本気度は違いますね、曲を作るためのね。俳優さんなんか役柄のために歯を全部抜いたりとかね、する方もいらっしゃるということなんですけどね。わざわざ付き合ってる彼氏に別れを告げて、まあそういう気持ちもあって素晴らしい楽曲ができたんでしょうね。はい、ケモンさん、へーブーってなって、ね、チャットと同じような感じになってますけどね。はい、そうですね、エピソードを知って聞くとさらに、感覚が変わります。まあ確かにそうですね。はい、皆さんコメント、いつもありがとうございます。はい、今日はですね、うちのお店でカントリーダンスのイベントがありまして、まあやっぱりダンス系のイベントはもう本当に盛り上がるんで、今日も体力を温存して、気合を入れていきたいなと思います。もうあっという間にね、また週末になってしまいましたけども、ぜひ皆さんもですね、素敵な週末をお過ごしください。うちのお店でもですね、週末いろんなイベントがありますので、日曜日、まあ、週末というか来週頭日曜日、日曜日はですね、また関口誠さんの、ライブがありますんで、おすめさん、いつか早く来てくださいね。早く来てくださいね、関口誠さんのライブ、実はこっそり来てたりなんかして、なんつって。はい、皆さんいつもたくさんコメントありがとうございます。実は今日はですね、このジンベエを着てるんですけども、ジンベエ、僕結構ジンベエ好きで、夏はですね結構ジンベエを着てる時が多いんですけど、実はですね、某フォロワーさんの方がですね、この間僕が体調崩したお見舞いにということで、なんと手作りで作っていただきました。本当にありがとうございますね。もういつもいつももう感謝しかないです。本当にありがとうございます。はい、それでは、皆さん良い週末をお過ごしください。また明日。